九州旅客鉄道鉄道事業本部唐津鉄道事業部唐津鉄道事業部は佐賀県唐津市の西唐津駅構内に存在した九州旅客鉄道の事業部の一つであり本社鉄道事業本部の直轄であった管轄境界駅については唐津鉄道事業部が管理を担当していた駅を記載している西唐津駅北側の陸橋から望む唐津運輸センター唐津乗務センターは 唐津千西唐津駅付近にある九州旅客鉄道本社管轄の乗務員基地である。佐賀県唐津市西唐津1丁目6162番2号に所在する。唐津車両センターは唐津千西唐津駅付近にある九州旅客鉄道本社管轄の車両基地である。本から本社を意味する本と唐津の伝報略号からから構成される。なお、 北部九州地域本社管轄時代は北からであった。以下は2020年9月14日、現在所属している車両である。電車福岡市地下鉄空港線、築飛線、唐津線の快速、普通列車で運用されている。全車両が当センターにのみ配置されており、編成番号には宅所のような区所略号はない。機動車線、築線の普通列車で運用される車両が、 配置されている。唐津常務センターに関するカテゴリー、ありがとうございます。